アクリプ話へようこそ。ヤッホーメダです。今日はこちらの飼育容器を使って生き物たちをねお引越ししていきたいと思います。それでは行ってみよう。今回お引越しする生き物たちがこちらなんですけど、ちょっと先にこっちにしようか。こっちはコーンスネークのゴーストっていうモルフのヘビですね。こんな感じのヘビですね。こんな感じのコーンスネーク。そして次がこちら、ちょっとねこう分かりづらいんですけど、ここをね見てみるといますね。こちらはキタマダラというヘビになります。この子もねお引越ししていきます。ではねお引越しの方をね開始していきます。では飼育環境の方をね作っていきます。使うのはいつものハスクチップですね。こちらをね使用していきます。まあお引越しするついでに床材もね新しくしちゃいます。こんな感じにね入れることができました。もう一つの方もねやっていきます。やばい、量がちょっと足んないかな、ギリギリかな。まあちょっとなんか気持ちね足んないような気もするんですけど、まあこんな感じに入れることができました。そろそろ新しい床材も買わないとだな。よし、ではねいろんなものをねやっていきます。次はねこちらですね。こちらの隠れ家の方をね一つねセッティングしてきます。水場もセッティングしていきます。よし、 OK。 ではね飼育環境が整ったんで、ヘビをねこの中に入れていきます。では先にこちらのキタマダラっていうやつをねお引越しさせていきます。こんな感じのヘビさんですよ。あ、ごめん、こんな感じで、あ、すごい暴れてる。こんな感じのヘビ、いいヘビですよね。そんでね、すごい綺麗、いいね。ではね、お引越ししていきます。お入り多少は広くなったから少しはいいでしょう。で、ヘビが挟まらないようにそっとね蓋を閉めて、よし、 OK。 こんな感じにねいます。では次の子もねやっていきます。よいしょ。こんな感じのねコーンスネークですよ。まあなぜねお引越しをしようかって思ったんですけど、まあヘビがねこうでかくなってきてるんですよね。でさすがに100均のこのケースだとね、そろそろ限界が来るんじゃないかなと思って、お、すっげえ暴れてる、すごい暴れてるね。こんぐらいの大きさだったらねもう簡単にね蓋を開けることができるんで、そうするとね脱走しちゃうんで、まあそういうのをねいろいろ考えた結果お引越ししようってことでお引越しさせていきます。すっごい暴れてんな。多分この子お腹空いてんのかな。ごめんね、いきなり触っちゃって。あ、ごめんよ。じゃあ新しいとこ行こうか。お、すごい勢いで潜ってってる。よし、これでね OK です。引
越しして早々なんですけど、ちょっと今日ね餌やりの日なんで餌の方をね与えてみたいと思います。食べるかな。環境変わったけどどうだ。おお、惜しい。おー、くたくた。おー、いいね。いい感じに食ってますね。こんな感じに餌をね食べてくれてます。いいですね、いい食いっぷり。与えてるのはピンクマウスの S サイズですね。そちらを与えてます。いいね、しっかりとねもぐもぐしてますね。顔がねこんな感じの顔です。ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、目がねちゃんとあります。さすがオオカミヘビって顔してますよね。いいね。次はコーンスネークにね餌を与えてみたいと思います。この子機嫌悪いからどうかな。あ、お引越ししたばかりは食べないのかな。あ、こんな感じでね食べなそうなんでね、この子はちょっとこんな感じでそっとしておこうかな。あー、なんでねこの子はねこれでそっとしておきます。ではね最後にちゃんとこうして蓋を閉めて、よし、終わりです。ということで今回はこの辺で動画の方終わりにしようと思います。次の動画も見てね。バイバイ。